では今回はですね、実際にじゃあブログ記事5個をどうやって作ったらいいのかということについてお話ししていきます。まあ、本当非常に簡単です。本当コピペするだけなんで、とりあえず5個だけ、作ってください。まあ、何でもいいんですけども、とりあえずですね、まず Wikipedia を開いていただきます。ですね、検索で、何でもいいです。とりあえずね、好きな単語は本当何でもいいので、例えばチョコレートですね。のチョコレート。まあ、チョコレートの記事ですね。で、これコピペしてもですね、Wikipedia から引用というふうに、しっかりとつけていただければ、全然、問題ございませんので、Wikipedia から引用というふうに、作ってください。はい、こんな感じですね。はい、本当にこんな感じですね。まあ、こんな感じですね。こういう感じで、チョコレートとはと、Wikipedia から引用というふうに、で、引用のね、リンクをね、こうやってクリック、するようにやっていけばいいかなと思います。まあ、こんな感じでどんどん、やっていきます。これほど何でもいいですよ。レンジね。で、このリンク作るときはですね、この実際のリンクを全部コピーして、これですね、テキスト全部選択して、このここをペーストですね。はい、そうすると勝手にこういうふうにできますんで、こんな感じで、これほど何でもいいんで、こういった記事を5個、作っていってください。はい、そんな感じですね。それでは、今回の動画終わります。